国道3号。起点の北九州市から福岡市、熊本市を通過し、終点の鹿児島市までを結ぶ九州を縦断する大動脈であり、福岡県においても二大都市である北九州市と福岡市を結ぶ重要な幹線道路です。国道3号沿線の市や町では二大都市のベッドタウンとして宅地開発が進みながらも、自然豊かな環境も広がっており、それぞれに独特の魅力や歴史が息づいています。日々物流、通勤などで多くの車が行き交う国道3号ですが、この岡垣バイパス約 4km が北九州市から福岡市の間での唯一の2車線区間として残り、ボトルネックとなることで交通事故など様々な問題が生じています。この区間はトンネルが連続し、何より対面通行であるため、正面衝突の事故の割合は福岡県内直轄国道平均の約10倍と非常に高い状況です。さらにこの区間の交通量も年々増加傾向にあり、平成2年から令和3年までに実に約 1.5 倍増加しているなど、問題はさらに深刻化しています。また大雪の際は立ち往生する車両が発生すると、片側1車線しかないことで待避場所がなく、国道3号の交通が寸断する状況になっています。同様に岡垣バイパスで事故や故障車両が発生し通行止めになった場合、迂回路となる周辺の県道、町道に多くの車両が流れ込み渋滞が発生しています。通常時のこの区間の通過時間平均6分に比べ、通行止めになり県道、町道を迂回した場合は平均42分と実に約7倍の時間がかかり、物流などに大きな影響が生じています。そこでこのような問題を解決すべく、岡垣バイパスの4車線化事業が始まりました。岡垣バイパスは平成14年度に岡垣バイパス東交差点から宗像市竹丸間の延長 5.3km の4車線化に事業着手しました。このうち岡垣バイパス東交差点から山田ランプ間の 1.3km については、平成17年3月に4車線開通しましたが、事業は一旦停止されました。その後、国道3号岡垣バイパス4車線化整備促進規制会をはじめとする関係者の皆様からの大きな支援をいただき、平成30年度に山田ランプから宗像市竹丸間の約 4km が事業化されました。そして令和6年2月3日、全線開通を迎えました。岡垣バイパスは昭和49年の都市計画決定から実に半世紀の歳月をかけて、悲願の全線4車線開通を迎えることになりました。工事を進める上で特に検討を必要としたのは、岡垣トンネル、城畑高架橋、城山トンネルと構造物が連続する区間です。この区間で地上高24メートルの高さに施工する城畑高架橋については、両側を山で挟まれており、施工場所に入ることも困難な状況でした。そこでまずは北九州市側から岡垣トンネルの施工を行い、貫通したトンネルを使って城畑高架橋の施工ヤードとし、橋梁の工事が行われました。橋梁の工事と並行して福岡市側から城山トンネルの施工を行うことで工期短縮を図りました。工事期間中は近隣住民の方々や小学生を招いて現場見学会を開催し、多くの方に参加いただきました。
さらに令和5年度は開通前のトンネルウォーキングイベントや現地の見学会、野間高架橋と城畑高架橋の橋名板お披露目式、トンネルの名板取り付けなどが行われました。今回4車線化と合わせて山田ランプと野間ランプがフルランプ化されることで、潮道から岡垣バイパスを利用しやすくなります。野間ランプは北九州市方面へ、山田ランプは福岡市方面への乗り降りが可能になり、岡垣バイパスのアクセス性が格段に向上します。岡垣バイパス開通おめでとうございます。新しくなった岡垣バイパスを通ってお越しください。お待ちしております。開通おめでとうございます。宗像大社にもぜひご参拝ください。交通安全をお祈りしております。岡垣バイパス開通おめでとうございます。海あり山あり、おいしいものいっぱい、岡垣町に遊びに来てね。全国のトラックドライバーが待ち望んでました。開通おめでとうございます。祝開通、安全な道路ありがとう。岡垣バイパス開通おめでとうございます。安全迅速な現場到着の実現に期待します。岡垣バイパス開通おめでとうございます。岡垣にお越しの際はぜひとも福岡県でとても有名な高倉ビアを食べに来てくださいね。よろしくお願いします。岡垣バイパス開通おめでとうございます。バイパスの開通で地域のさらなる活性化に期待します。開通おめでとうございます。便利になって嬉しいです。開通おめでとうございます。ぜひ宗像にも遊びに来てください。待ってます。表明板は私たちが書きました。岡垣バイパス開通おめでとうございます。国道3号線岡垣バイパス開通おめでとうございます。新しいトンネルは幅が広くて大きいです。4車線に増え事故も減り、安心安全に過ごせます。新しい道路の開通は岡垣町がより住みやすい町になり嬉しいです。半世紀にわたる工事を経て、国道3号北九州市から福岡市間の唯一の2車線区間が解消され、ついに全線4車線化が完了します。より安全な道路が生まれるとともに、沿線地域での豊かな土地を利用した農業への支援、自然豊かな絶景スポット、歴史的世界遺産など魅力ある観光地へのアクセス向上も期待されます。岡垣バイパスはこれからも地域を支える幹線道路として地域とともに歩んでいきます。岡垣バイパス令和6年2月3日全線開通。